はい、では次行きましょう。よっしゃ、もうちょっともうちょっと、24、25、26、27、28、29、30、あと7面です。来てる来てる、もう見えてきた。100や。うわー、199が見えた。1分や、地獄の1分や。はぁ、え、右に出るよな、あれ。どういうことこれ、マジで。え、ていうか3つしかないやん。そうやで。え、もう選択肢これしかなくて、なんじゃそら。これ右、これ無理やん。これがなんか仕掛けがあんのか。これ隙間に落ちるんだ。あ、落ちるんや。これ運やん。あ、2択ってこと。あ、2択を3ついけってこと。運ゲーってことか。そういうことか。あー、そういうことや。やったやん。嫌がらせやん。俺嫌いなやつやんけ、これ。いや、まあまあ休めるな。いや、めっちゃ優しいやん。休めますわ。2の、え、2分の1、2の3乗やろ。2分の1、そうやな、2の3乗で OK ってことや。もう1回目もう負けてるけど早くも1回目2分の1関門クリアできてないけど、カイジやん、ただのこれ。えい、かつくわ、かつくわ。これ一個言わせてもらおう。左でお願いします。2の0で、ちょっとか、このほんまに 50% かどうか検証しようや。ある程度収束するやろ、確率。この分母でっかでかいねんから。それは正解今にいいやね。分母でっかくないか、ちっちゃい。2分の1じゃない。よし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 、3の1。よし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 、今に何これちょうど 50% や。このゲーム、あー、早くそげ、早くそげ。もう真っ青だった。やばいやばいやばい、真っ青。えらいこっちゃ。うわー、あと2分の1を引けへん。俺の引き惜しかったなー。いやー、これは辛いなー。いや、こんなんはいけるいける。今ので、まあ関門としては4分の1の関門は通ってんな。そう、12.5% やん。いや、結構きついな。全部いける確率は8回に1回だから、8回までにいけたら俺の引きがいいってことやねん。4回目。何このコース、こんなコースもあるんや。せんといて、こんなこんなこれでさ、例えばさ、これ例えばゲーセンにあったとしたらさ、詐欺やで、これこんなもんこれこんなもん100円がもう湯水のごとくなくなっていくやん、こんなオールはナッシングで書いてるやん、ももろ。もうギャンブルやん。よしよしよし、もう見てないんですよ、別に目押しとかしてないから。よし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 、完全に来た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 、ラスト50、50%お願いします。はぁ、猪木さん、多分猪木さんのせいやと思う。あんな右をやめちってね。くそわざわざ2回分2択当ててくれてん。いけるいける。絶対なんかちょっと入りにくい、なんか入りにくい、もう数多くて。あ、もう多すぎのか、うん、もう A ボタン押してるけど効かないパターンですね、これの。あの他の部分のマップの他の部分の装飾作ったやつの気持ち聞きたい。あこに火とか置いてる。何のためにやらされてるの。でも帰ってから泣いてはいると思う。てかデザイナーの人さ、これここですかみたいな。もうあーニコツコでもですよ、ほら、ここでこれやらすんですかみたいな。これもう最初の方の最初の方でよくないですかみたいな。これメイヘムで、そうやね、メイヘルの24でこれするんすか。最後の最後でこの運ゲーさせるんすかみたいな。運ゲーじゃないのか。いやでもな、もうボタン効かんから、そう、いやボタン効かんから運ゲーにせざるを得んねんて。ほら効かへんねん。そういう、一応キョポキョポ動いとんのは見えるけど無理やろ実際。いや無理やね、実際無理や。まあまあ運ゲーやね、これは。絶対そうやと思うわ。なんか8分の1早く引いてくださいやろ、多分。ガチャやガチャ頼むわ、もう。わけのわからん。いやー、8分の1って結構ハマるよ。
言うても。いや引けへんわ。あかん時 100回とか平気でハマるよ、8分の1ぐらいやったら。8分の1な、引けへん引けへん。サイコロよりきついもん。結構ハマるで。さ、引ける時はもう一発つまんやけどさ。50%、 3回か。もうちょいやのになぁ。一個行って、一個行って。まあまあ、これはもうリーチまで行こう、リーチまで。次ちょっと、ジャンキでリーチかけるわ。ジャンキリーチかかったら、もしテンパったらジャンキでリーチかける。もう8回目ぐらい来てるよ、これ。来てんね。これが8回目ぐらいじゃないかな。いえ、言わせろや、言わせろや。ほんま完全に言うモード入っとったの。口がリーの口になってたやん。でも、でもそうやろ、これそんなんもうないやろ、こんなん。いや、ないと思うけどな。仕掛けもクソもなんもないよな。まあ、むしろさ、隙間やっといてくれて、いいんだ、こんなめっちゃ簡単なステージってことやもんな。うん、めちゃくちゃ簡単。押すだけやもん。ボタン押すだけやもん。それこんな偉いんやから。ざっけんな、マジで。でこれで右左が選べるんやったらもういろんな今までのことが苦労が。まあそうやな。だからこそのこのステージやろ。結局選べるんやったら最初からめちゃくちゃ簡単な難易度なわけやん。そうやそうやそうや。これはだから選べないっていうことを言っとるんやと思うね。あーミスった。どこやったっけ。24やった。選べないっていうことを案に伝えてくれてるんやと思うんだよね。これも最初にやらす。そうそう、だからこれ分かってんねん、これが選べへんことを。どぎついところで俺はこれやってきてんねんから。もう右開幕だけは選べるかな。すげえやん。開幕はちょっとだけ、ちょっと狙える、狙えるかもしれん。一番前のやつだけ見えてっから。ほんまに見えへんこれ。っていうか攻略法はあるかもしれん。落ちた瞬間の逆やから。お、例えば落ちた瞬間の逆やから、あー、だからそのタイミング、タイミングってことね。そう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 。まあ目押しじゃなくてタイミングゲーというかリズムゲーというか。落ちてたタン、今のやつ、今のミスったからあとワンテンポ遅らすか早いかみたいな。でもな、いやその難しいな、もうな、重なりすぎてて今のとかでも多分2人目とかにも当たってしもてるのか、うんうん、もう当たってないやろね。一番前のその本来狙ってるやつに当てれてないような気はする。あ、でも1個目早いな、あそこ遅らそう。1個目の打率ちょっとちょっとだけいい予感上がったかもしれない。めっちゃ嫌これ。もうだいぶやってるわ。やりたくない。もうだいぶやってるよ。もう何分やってるのこれ。もう8分やってるよ。だいぶやってるわこれ。こんなもんで8分やらされて。こんなもん。はよ考えたいね。はよな、先に9分のやつがいいな。やりたいね、あれを。全然入らない。ボタン押してる音聞かせましょうか。入らへんときついよな。秒数での管理も難しいしな、無理やな。まあいや、もう重なったらもう無理、完全に爆地。その誰に入るかわからへんでしょ。いや、そうや、もうその通り、うん、一番前のやつをピンポイントで捉えられるタイミングだけが唯一可能性がある。いやー、同じタイミング言ってっけどね。言ってっけどね。てか、ま、もうリーチがこうへんくなったやん。言ってますって、ほんまにマジか。いや、言ってんすよ。リーチすらこんわ、4分の1すら、強チェすら引けへんなってきた。よし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 、言うても50やねんから。よし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 、リーチ来た来た。入りましたよ、リーチが。よっしゃー、ゾン。早っ。今リーチしたとこや、まだ回ってきてんけど、たぶん。よし、よっしゃ、よし、よっしゃか。よっしゃじゃないやん。よっしゃじゃないのよ。オッケーオッケー、まあ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 。まあ休憩させてもらったわ。メンタルはだいぶいかれた。今。うん。
めっちゃワイン飲みたいもん。100の90。1や、レートが1やね。1か。レートが1のやつはもう忙しいやつ。幅ナイスデー。幅ナイスデーって今までもあったな。あった。何やアスレチック。うわ、もうはしごの数がやばい。はあ、ちょ待てよ、ちょ待てよ、ここはもう完全封鎖されてるやろ。こっちから繋いでくるパターンやろな。ここだからはしごかけて赤ちゃん登らして下ろしてはしごかけてかな。あー、ごちゃごちゃさせよんぞこれ。ここは下から絶対無理やから、上がってくるのは。ユウも基本的にゴッツやりにくい場所やから、ここかけてさ、かけてまたそれでユウ落ちてきてこうユウしてかけてか。それでもそこは、あー、まずここどうして、どうやってしのぐかやな。ここどうやってしのぐかやな。え、これレートが早いからもう絶対間に合うんやろ。あ、レート早いっていうかもう出てくるのが1やから、これしか方法は。あっちにためる。うわ、あっちにも、あっちにためる。 100% じゃないよな。 100% やった。100じゃなかったと思う。100じゃないと思うねんけどな。今とりあえずためるやん。99とかそんなんやったんちゃうかな。一回見に行こう。もう不安でしょうがない。90助ける方法ってもうないやろ。でもこれ以外ある？いや、ない。90やったと思う、多分。90 10匹。何匹？100、うん、10匹。10匹やから全然余裕あるな。左入れんのはもう間違いないんちゃう、あの隙間。んそこに貯めるのはここやな。うん、その矢印のとこな。それでもこれ貯めるはいいけど、どうやって出すんよ。橋の連打かな。それやったらこれも使えて。ああ、ここの狭い狭いとこに貯めてまうか。そうか、できん。あ、でも爆発ができへん。あかん。あ、ほんまや、ほんまや、爆発がない。じゃあもう橋の連打で、うん、わかった。もう橋の連打で行きましょう。いや、もうそれしかない。それしかないから、だからもう橋作るよ俺。もうしょうがないし。そうやな。あ、そうか、そこで橋作って U 刺したらいいんか。こう、人、ここでってこと。そう、人行くんは赤ちゃんだけやもんな。赤ちゃんだけ。ああ、行かせんのは。これでとりあえず10人は確保はしたな。逆からも掘らなあかんけど。登るな。あ、登るんか。登るんやったらあかんな。でもあれもっとギリでかけたら。いや、登るよ、これ高さ的にはもうあれでかかってまうと思うし。じゃ あれ結構登りよっから、こいつら。じゃあもう入れてしまった方がいい。登ってほしくない時はすごい登んのよ。ほんまやな、登ってほしい時は登らへんねんけど。まあめちゃくちゃギリでかけたらちょっとわからんけどね。当たりそうな感じもちょっとするやろ。ちょっとはする。でももう入れといた方が早いような気もする、俺は。その当てられるのができるんやったら後が楽やろな。うん、時間を稼いで。あ、無理か、無理や、落ちちゃった。これも、あ、そうか。これでとりあえず入るな、みんな。これで入るな、全員で。入ったらすぐさまこれを1個作っておいて。あれ、赤ちゃん傘大丈夫？傘ティーゾー、傘ティーゾー。まあまあ、こっちはもうほっとこうか。こっちで真剣にこっちでやるよ俺は。こっちをやらんとな。
キワイ。え、ここキワイする必要なかったな、よう考えたら。絶対こっち帰ってこな、未来はないから。あー、ほんまやほんまや。そしてここやね、問題は。ここやな、順番が多分めっちゃ大事で。とりあえず1個目の橋間違いないやろ。もう落ちるわけにはいかへんねんから、とりあえずそこに橋かけるのも間違いないやん。ここ、そうそうそう、ここで U することもできる、1回分やったら。あーあああ U し、ここで U してして上行く。いや、上行くっていうか、ここをかけ直して、ここをかけ直して帰ってこないと、ここをかけないと。ああ、そうかそうかそうか、いつかけに来んねんっていう話やもんな。あー、先にやれんやったらやっときたよな。うん、てかやっとかなあかんのか。か、もしくはここ橋かけて、そのこういうふうに橋かけて U、 U を誘発するっていうパターン。そのホリホリ U ターンじゃない U ターン、橋のやつやろを作るパターンと。なんか上っぽいよな。これこの辺から角度間に合わんよな、高さ的に。これもここは無理やろ、こうは無理やろ。いや無理や、無理無理、絶対こっちからやろ結局。だから、うん、こっちからやったら、でもこっちからかけなあかんイコール、絶対に絶対にこいつらがなんぼ来ても必ず U ターンさせる仕組みを作っとかなあかんもんな、自らが。だからまずこうやろ、これはやっぱそうなんちゃうかな。そこはやっぱそうなんや。違うかな。じゃないと U ターンさせる仕組み作っとかな、こいつだけ一人 U ターンしたところで意味ないというか。ここで落として、ここのギリギリのところで帰りで、うわうわ、そうか、これ登ってまいよんのか。ちょっと待てよ、考えろ考えろ。登ってまいよるなら U はさせれんの、これって。これもしかしてこれでさ、登りおらんかな。ああ、これ登りおらんかな。あ、登るかもしれん、登るかもしれん、登るかもしれん。めっちゃいい感じ、階段みたいになってる。そう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 、ここさえ削って登ってくれたらなっていう。まあ一応保険かけて、あれは登るわ。これでもあかん、ちょっと待って、行き過ぎてまう。いや、行ったかな、行った行ったし。あ、ここ赤ちゃんあるからこいつ登ってまいよるね。言うさせる。これでこれで繋いでこなあかんから絶対に。いけっかもしれんぞこれ。これでもう一回返してさ、こいつここ壁で赤ちゃん登って降りるやん。降りるやん。そうやな。でもう一回あそこ行かして、あそこでもう一回繋いだらいけんじゃん。ほんまやな。もう一回ちょい高めにやる。そうそうそう。あ、もう一回や、もう一回やる、もう一回。はしごはめっちゃ使えるから、もう一回壁ギリギリでこれで U させて、まだ使ったらあかんからさ、最後ここからやればいいの。そう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 、そっからやな。そうそうそう、いい感じの角度で、でこれ多分距離から、よし、まあ、あのあいつら出せるかっていう問題はまだあんねんけど、あと12本。足りひんな、こいつが有しな意味ないから。オッケーオッケー。で、あと1本やろ。あと10本余るで、いけるかも。熱い、いけるかもしれん。うん、これはめちゃくちゃ熱いぞ。決めよう、決めようか、決めようか。オッケー、完璧。よし、で上のやつでもう開けてもいいけどな。あ、開けたらあかんのか。いってる、いってるいってる。次のあと8、次の選手たち。オッケー、いったいった。開けますか。はい、オッケーオッケー。これでもそこが、あともう一個、これめっちゃ落ちんちゃう、大丈夫か。え、どういうこと。
あ、でもここがそこそう、そこそこそこ、あ、しまった、開けんと、埋めたらよかったな、やばい、埋めれへんくない、うわ、やばい、それあかんで、それはあかんで、うわ、ちょっと待って、どうしよう、先にやらせ、あ、まだ、上りあるぞ、1個上り、赤ちゃんが、あ、よかった、2択やけど、2択やけど、助かった、左行ったらあかんやん、うわあ、無理か、橋無理か、あー、やってもた、マジで、え、上でなんとかできた、無理やろ、それも今の、それできひんな、できひん、だって左行ったら、そう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 、左行ったらもう行くだけやもん、あーって思った、だからやるならもう最初にやっとかなか、最初や、最初や、オッケーオッケー、分かった、そこを完全に封殺しておかないとダメってことや、あれ右の動きはできる、もう一回今のできる、あれだってめちゃくちゃ使ってるもん、 あほんま、あ、右右、あ、まあでも自信はある、今のできる、あれそんな難しくない、あれは大丈夫か、そんな難しくない、あれは要はあこ返しかけれたら、あの角度多分大丈夫やし、あー、うん、そうやな、そう多分何言ってるか分からんと思うけど、それでも出すのはいけるな、10個ぐらいあれば余裕で、こいつ殺し、それ10匹はいいから大丈夫や、もったいないね、もう2人、そしてこいつに、こやつに赤ちゃんを与える、3人、今3人、つい逆のやつに、ついこの赤ちゃん、あー、そうか、そこで見極めていかなあかん、今これで4か、これで4匹失った、これで OK やな、これで OK、 よし、あれあれあれ、あっと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 、いや、よし、いや、よし、はい、まあ、赤ちゃん役1人は失うの確定でもいいってことやね、それは OK してもらえるね、あー、大丈夫、全然それは大丈夫、全然大丈夫、今のか、今のでほぼ OK やん、うん、もうそうそうそう、やってることは OK や、1個使ってもうとりあえず閉じさえすればいいからな、 OKOKOK、 見えたな、いや、見えた見えた見えた、もう見えた、この5分勝負です、行こう、決めます、よし、俺もあの人の犠牲をはもうしょうがないと思ってる、人が犠牲になる、うん、なる方がはしごが犠牲になるよりマシやねん、結局のこと言うと、それでも余裕あるもんな、これで 赤ちゃんで4やろ多分、ういっす、ういっす、オッケー、赤ちゃんゴー、犠牲は4ですわ、ですね、よし、さっきはあの左にあの箸作ってたけどいらん、左に箸、ああ作ろうか、もう作り始めといてもいいぐらいからな、人が少ないうちにね、ああそうかそうか、やばやば、どうしよう、やばい、繋がってまう、うん、あ、こうなるとアウトやねんな、こうなるとアウトやねんな、ちょっと待って、待って、や、いや、いけっかもしれんけど、いや、さっき全部使ったもんな、いけるわ、いけるいける、自信はあります、いけます、はい、自信はあります、上からでもいけそうやな、はしごの数さえ与えてもらえれば自信はあります、要はここで赤ちゃんが登ってしまわないようにするんです、
それがポイントやと私思ってまして、これは登るもんな、ここで登らないようにするんです、もう最初からで、U させて、あーっと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 、まあまあでもこれでもいい、こっち側からここに組むんです、するともう一回帰りよるよな、そう帰りよるやん、帰るってこの辺から行くね、はいはいはい、あ今の狙ったよかった、あーあーだーった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 、下掘りがないから言うできない、はいはいはい、まあ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 、そういうことです、帰りよったらちょっとすぐスタートボタン押さなあかんな、あ5分で決めると言った自分を恥じます、忘れるわ、そう、赤ちゃんのあれを、帰りよるタイミング結構シビアやから結構難しいのよあそこ、なんか帰りよる時と帰りよらへん時があるから、うんうん、意外とインまで行けよる時と、よし、あ、意味ないか、3匹目や、3匹目に赤ちゃん与えればいいんや、この辺からこうでもいけそうじゃない、いける、それもいける、間違いなく、なんか多分いろんなやつあるな、うん、それもいけるし、もしかしたら左 の赤ちゃんが登ったドア玉のところ、ここそっからもう、ここを掘って横掘っても可能性は、うん、もう行ってまうっていうな、ありえはする、そやな、こうも悪くないな、そんな難しくないしね、それ作んの、それ言ったのか、一匹やろやってんの、でもただ赤ちゃんやから、そのあーそうか、壁を登りよる、壁のその難しさがあるわ、そやわ、壁登ってもたらめっちゃくちゃ時間使うのと、右の壁登ったら終わりやからな、それのそこが結構シビアや、そうやな、あほれやったらもう今の方がやりやすさ的には上かな、ここに赤ちゃん入れてまう、もう同時並行で作業を進めたいと思います、傘やることは分かってんね、そうです、いけ、これがもうギリで作れたら一番完璧なんよね、結構ここがポイントかもしれん、最大の最初めっちゃうまいことかかったからなあれ、うん、ここ一本で行かれるのは結構想定外なんかも、あれ日本やとまたつながってすごい難しい、そう、一個下掘りを使ってしまうのよあそこで、じゃないと上壁上がってしまえるから赤ちゃんが、あこがもし一本で行ければもう楽勝レベルやから、ちょっとそれを序盤でやっぱちょっとやっときたいからこれでいくわ、うん、ギリギリ狙うわこれをこの角度狙います、そこやな、いった、これはいった、これはいったでしょ、多分いった、職人のこれ以上はもうほぼ無理やわ、キワキワよ、うん、乗せてけ、よし、乗せて、こっちも追っといていい、あブリッジ作戦、ブリッジ作戦か、でこっちはまあこれやとここからでもいいねんけど、キワキワいってもた、キワこれも大丈夫やろうけどな、別に追っといても、ここや、ここがむずいね、俺何回でもやり直すつもりでいくから、もう使うで、あー押していっけどな、となるとさっきのやり方、押していっけどな、そうそうそう、これで1本分ぐらい削って、ほうほうほう、で U、 で U しょるから降りたところで服かけて、いる、ここが大事、ここ U しよったらもう速攻でかけ直さないとあかんから、綺麗につなげれば一番いいんやけど、多分 U しよるから、つなげても U し、綺麗につなげても U してくれよのか、綺麗につなげても1回は U しよんねんか、多分
こんな感じで、ここで、ここで一回綺麗につなげずに、ここでまた U させて、ほう、で、戻してきて、ここをつないで、もう一回 U しょるわな。そう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 、ここは U させなくてもいけるかもしれんけど、綺麗につなげば、まあ、U しょってもいい。多分 U しょる。で、もう一回ここで U させて、ややこしいでしょ。あ、ややこしい。私の戦略、薄く当てるってことだよね。薄く当てて、もう一度ここで U させて、まだ上に行かせる意思はないねんな。行ってもあかんねんな。そうそうそう、行ってもまあ行ってもあへんようにして、で、ここもう次はもう行かせていいから、この次でクリアですよ。要はだいぶ来たよ。ここは何本使ってもいいので、ある程度大胆に使って、最後その上手にかかるかどうかやな。そう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 、ポイントは。でももう落ちるリスクがもうないから、 あとはこの辺からかければ。そういうことやね。もう出てきてますわ、向こうも。大丈夫？どっちにしろ最後こいつは U しよるかもしれんけどな。ここで当てて、いったね。うん、だでしょう。こいつは多分優勝だと思うんだけど、こいつ入らんでもいいしな。あと 5匹ぐらい大丈夫なはず。時間も全然余裕ある。いっとるいっとる。どうよ、決まったね。決まったでしょう。気持ちいい、マジで。あ、全然、ちょっと待って、レートが、あ、あいつ死によるな。お疲れさんやな。それはもう、まあ、はしごでも助けてあげられたけど、赤ちゃんの宿命や。赤ちゃんの宿命全うしとったな。いけいけー、結構おったな。まあ、どうもあった。1やもんね、レート。よう考えたら、しこれがラスト。いや、余裕や。行きましたわ。思った通りにやれたんじゃん。思った通りにやれた。これは上にそのジグザグ作って、上でもまあ赤ちゃんの特性で若干難しくはなるけど、めちゃくちゃむずいってもんでもないな。先に左サイド閉じてしまえばもう落ちひんのは確定やから。あ、じゃあもう出したらいいやん。もうそれやったら、そうそうそう、それやったら出して、あのぐちゃ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 やったらいけるっていう感じだね。うんうんうん、うん、オッケー。ということで、いけました。今回この辺で終わります。見ていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。